ケビン・サリバンケビン・サリバンはアメリカ合衆国のプロレスラー。マサチューセッツ州ボストン出身。1970年代にベビーフェイスのポジションで活動後、1980年代より怪奇派のヒールに転校。ザ・タスクマスターを名乗ってヒール軍団の首領を務め、マネージャーやブッカーとしても活躍した。1970年10月、ジョージア州アトランタでのスカンドル悪場との スタジオ TV マッチにてデビュー。同地区でジョバーを務めた後、1971年より、ジョニー・ウエストのリングネームで、NWA ガルフコースト地区に入り、ケン・ルーカスとのコンビで活動。3月11日に、エディ・サリバンダンディ・ジャック・モレルから、ガルフコーストタッグ王座を、6月2日には、松岡鉄・ガンテツ大熊本寺のライジング・サンズから、 U.S. タック王座をそれぞれ奪取した。その後、リングネームを本名のケビン・サリバンに戻し、1972年より、テネシーの NWA ミッドアメリカ地区に進出、3月24日には、ロバート・フラーと組んで同地区版の NWA、世界タック王座を獲得している。1973年からは、長年の主戦場となるフロリダの CWF に参戦、主催者、 エディ・グラハムの息子マイク、グラハムのパートナーに起用され、ボビー・シェーマンゴージャス、ジョージ・ジュニアなどのチームを破り NWA、フロリダ・タック・オーザーを2回獲得した。翌1974年5月、全日本プロレスに初来日。前年にデビューしたジャンボ・ツルナとのシングルマッチも組まれ、当時の日本では、南部の若地市なるニックネームが付けられた。1975年10月より、 ニューヨークの WWWF に登場。イワンプトスキートのタッグチームなどで活動し、1976年には、WWWF ヘビー級王者、ブルーノ・サン・マルチノの挑戦者として、WWWF に参戦していた、スタン・ハンセンブルーザー・ブロディのコンビとも対戦、ジ・エクスキューショナーズが保持していた、WWWF 世界タッグ王座にも、挑戦した。 WWF には1977年まで出場して、アーニー・ラット、スーパースター・ビリー・グラハム、バロン・シクルナ、バグジー・マグロー、クラッシャー・ブラック・ウェル、スパイロス・アリオン、トウ・アカマタ、ニコライ・ボルコフ、ケン・パテラとも対戦した。その後、1977年5月の全日本プロレス祭来日を経て、1978年は、 中西部の NWA セントラルステーツ地区で活動。ケン・ルーカスと再びコンビを組み、4月24日にアレックス・スミルノフブルドッグボブ・ブラウンからセントラルステーツ版の NWA 世界タッグ王座をダッシュ。南部ではアラバマのサウスイースタンチャンピオンシップレースリングにて、1979年にトニー・チャールズと US ジュニアヘビー級王座を争った。 1980年は、ジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングを、主戦場に、4月21日に、トニー・アトラスと組んで、スミルノフイワン・コロフから NWA ジョージアタッグ王座を奪取。シングルでも、6月8日に、トーナメントの決勝で、エディマンス・フィールドを破り、空位となっていた NWA、ジョージアジュニアヘビー級王座を獲得、以降も、 スタンリー・レインやダッチ・マンテルを相手に同王座を争い、レッソントンが保持していた NWA 世界ジュニアヘビー級王座にも挑戦した。デビュー以来一貫してベビーフェイスだったが、1980年末よりジョージア地区にてヒールのポジションに回るようになり、同年11月29日にはスティーブ・カーン。 翌1981年2月21日には、スティーブ・オルソのスキーと、フェイス陣営の選手から、NWA ナショナル TV 王座を奪取。カーンとは、ボストン・ストリート・ファイとなる、ハードコアレスリング形式のデスマッチも行った。同年4月からは、メンフィスのクアにも、ヒールとして参戦、ジミー・ハートのファーストファミリーに加入し、ウェイン・ファリスト君で、ジェリー・ローラービル・ダンディーと、 ワは南部タック王座を争った。1982年8月、古巣であるフロリダの CWF に復帰。当初は従前と同様に、ベビーフェイスとして、剣道長崎などと対戦していたが、10月より本格的にヒールに転向。ジェイク・ロバーツ、ジム・ガービン、ビッグ、ジョン・スタッド、デレク・ドレーパーらと結託して、ダスティローデスとも抗争を開始。月日には、 バリーウィンダムを破り、NWA 南部ヘビー級王座を獲得した。以降も CWF に定着して、1983年からは、ペイントレスラーに変身。パープルヘイズ、マハシン、ルナバショーン&、ウィノネリトルハートのドーターズ・オブ・ダークネス、そして妻となる、ホーリンエンジェルとの会帰派、ユニット、アーミー・オブ・ダークネスのリーダーとなって、 ローデスやブラックジャックマリガンと構想を展開した。CWF を主戦場としつつ立地区にも出場し、サン・アントニオのサウスウエストチャンピオンシップレスリングでは1984年12月9日にキラーブルックスを下して SCW ヘビー級王座を獲得。アラバマのサウスイースタンチャンピオンシップレスリングでは1986年9月22日に ブラッド・アームストロング、同年12月15日にザ・バレットから、NWA コンチネンタルヘビー級王座をそれぞれ、ダッシュした。本拠地の CWF では1987年1月16日に、レックスルガー、2月18日にバッドニュース・アレンを、破って NWA 南部ヘビー級王座に、返りいたが、同月に、ジムクロケット・プロモーションズが CWF を、 九州合併したことによりタイトルは封印され、50年以上の歴史を持つ同王座の最後のチャンピオンとなった。以降、ジム・クロケット・ジュニア主催のマクエに主戦場を移して、バーシティクラブのプレイングマネージャーとなって活動。1988年から1989年にかけてロードウォリアーズやスタイナーブラザーズと構想を繰り広げた。マクエが、 テッドターナーに買収され、新団体の WCW が発足してからも継続参戦していたが、副社長ジムハードへの不満などもあり、契約満了の1991年下期に WCW を離脱。1992年1月、FMW に来日。ザシークの参謀役となって、14年ぶりの日本マット登場を果たした。その後は、W。 ING プロモーションにもたびたび来日し、レザーフェイス、フレディ・クルーガー、クリプト・キーパーら怪奇派の親玉となって活躍した。同時期、アメリカでは、ジム・コルネット主催のスモーキー・マウンテン・レスリングや、初期の ECW で活動。ECW では、タズマニアックと怪奇派コンビを組み、1993年12月4日に、トミードリーマーシェンダグラス。 1994年3月5日に、ブルーズブラザーズを破り、ECW タッグ王座を2回獲得している。1994年より、WCW に復帰し、5月22日に、カクタス・ジャックと組んで、ナスティ・ボーイズから、WCW 世界タッグ王座を奪取。その後は、デイブ・サリバンとの兄弟アングルを経て、11月より、 ザ・ブッチャージ・アバランシュとスリー・フェイシズ・オブ・フィアーナルトリオを結成、彼らに先んじて、同年に WWF から移籍してきたハルク・ホーガンとの構想を開始する。翌1995年からは、ブッチャーとアバランシュをペイントレスラーのゾディアックとシャークに変身させ、カマラやミング、ザ・ジャイアントラを配下に、モンスター軍団のダンジョン・オブ・ドゥームを率いて活動。自らも、 ザ・タスクマスターと称し、ザ・ウィザードことキング・イヤウケアの息子として、ホーガン、スティング、ランディ・サベージらベビーフェイス勢との構想を指揮した。WCW では、エリック・ビショフの体制した、ディック・フレアー、アーン・アンダーソン、ラリーズ・ウィスコラと共に、ブッカーも兼任していたが、マッチメイクをめぐって、ブライアン・ピルマンなど選手との確執も起こしている。 妻だった女性マネージャーのウーマンとクリス・ベノアとのフリアングルでは、ウーマンをめぐって、ベノアと交渉を展開したが、ベノアとウーマンは、実際に恋仲になり、ウーマンは、サリバンと離婚の上で正式に、ベノアと再婚した。1997年4月12日には、WCW との提携ルートで新日本プロレスの東京ドーム大会に来日し、ベノアとの因縁マッチを行っている。 WWF とのマンデーナイトオーズが激化していた1998年からは、ブッキング業務に専念し、2000年1月には一時、更迭されていたビンスルッソに代わって、ヘッドブッカーに就任したが、ブッキングに不満を持つベノは、エディ・ゲレロ、ディーン・マレンコ、ペリー・サターンらが同月に、WWF に移籍し、ほどなくして、サリバンも退陣した。 2001年の WCW 崩壊後は2003年にティネ2006年にジャガロチャンピオンシップレスリングに登場2014年には NWA 電動に迎えられた近年も各地のインディー団体に時折出場しているプレイングマネージャーとして NWA や WCW においてヒールのマネージメントも兼任していたありがとうございます